ろしくお願いします。皆さんこうやってあの肩揉みサークル練習してます。なんかちょっとこうなんか盛り上がってる感があるんですが、だいぶいいですね、捉えてますね。ケンセイちゃんですね。ああ、いいですね。右の方も、はい、来てますね。ちょっと右難しいですよね、これね。うん。ちょっと怖いよね。抑えて、よし。なんか右に手応えなんかあります、ね、こうじゃないですか、ね、絶対こうじゃないかと思うね。ちょっと違うそれちょい違う聞けてないというね。ケン先生です。どうもです。ケンです。その辺近辺ですよ。フリをしてる。俺はマジですよ。俺はね、マジで難しくない。悪くはないですね。上から体重かけなんて聞かせられる。指でなくて、肘でも何でも大事です。そうじゃないですね。さっきの、はい。さっきの。あ、こっち。そういう感じです。で、こっち押さえてあげます。はい。で、さっきの、ちゃんとこの場所をこう、そう。うし、いっさ、いっさ、いっさ、すっげー、効く。どうすか。はい、溜まってます。またあれです。S あ、く、大体そうですね。はい。大体そうですね。1.5 センチぐらい下をこう刺すようなイメージで。ああ、かっこその人にもよるっていう。ああ、いいですね。来てまーす。うわー。クエトエッセスういす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 ういすいすいすういすいすおうすおおうわーいすいすいすあーあー首が取れる首が取れるおお、やっぱり硬くて肩が指が通じない人もやっぱいるんで、特に体の大きい人なんか大変だと思うんで、その時はもう、肘使った方がいいさえ。その前に一回この縦のラインをこう、そう縦のこのラインをやらないと違うところを、そうその辺で、あこいつだと思ったところにこうやってグワーって、ね、あでもまあ気持ちいいな首の際は、うん、いいね。ただねもうちょっとね多分ね俺この辺だと思うんですよね。そうほらそれなんか乗っけてて分かります？うん、そうなんです、そうです。それを最初の縦の段階で探すんですよ。そう。そしてギャーギャーっていく。そう。うっ。はい。で角度を変えてあげると多分ね一番こう入るところがあるんで。うん。ちょっと今ね外してます。残念ですね。ちょっと今今ちょっとね牽制の位置を少し外してます。でもぶっちゃけこれでも気持ちいいですけど。
ただそのうおーっていうのはちょっとやっぱりなくなっちゃう。そうそうそう、今あ多分その辺、はい、でグーッとうっす。あーおー気持ちいい、なんか血が流れてる気がする。そんな感じでございます、はいあ、曲上金、はい。ちょっとね、骨に当たっていたいかもしれない。おう。おう。あ。お。お、それは曲課金。ああ曲課金ですね。曲課金ね、もうちょっとね優しく入れてから、ちょっと入れてからちょっと大きく動かした方がいいかもしれない。入れてから大きく、そうそう、てからそうそうそう大きく動かすといいです。そう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 、あの束をとまず決めてから動かしてあげた方がいいっすね。はいはい、そう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 、おっと今転送に行こうとしてます。転送ちゃん、転送ちゃん、あ気合いですね。もう一息ですね。えぐり出すようにして入れるし、あ手が止まらない。わっしょーわっしょー、あいいっすねいいっすね、すぐ来ましたね。あ邪魔しましたね。うんうん、トイおーいいっすね。右すごいっす、右っすね、はい大丈夫ございます。はいはい、今ずれましたね。今そう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 、えぐるようにしてすくうべし。あもう一発ですね。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、はいこの辺狙う、あの角度で切る。はい。こうあるんで、ではここって平行、垂直なんです。垂直にこうスプーンをこうすくい入れる。おお。おお。お、上手。上手。できなかったのすごい。おお。すぐできるものなんですね。また気合が違う。ちょっと今ずれ、骨取れちゃう。そう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 。ちょっとね、なんかね、なんかちょっと違うような気がする。ちょっとね、外側に行き過ぎちゃった。さっきより照明が明るく見えるんですよ。マジですか？使わないイメージ。もうちょっとね、下でも大丈夫。なんだもう夢見るか。経済単移動で。あ時間でしょうか。よし。でもいい、すごいいい、すごいいいです、いいです。ありがとうございます。